はい、今回はですね、僕が、バーニーのねこうレスポールカスタムの、ピックガードのこう話とか、どういうねサウンドかっていう、まあ、話をこういっぱいこう回を追って、まあ、話してきたんですけど、まあ、コメント欄でたくさんね、今現在のこのバーニーの、カスタムのサウンドを聞きたいっていう方とか、このバーニーのカスタムについてね、説明してほしいという方がたくさん、いたので、バーニーのカスタムの話と、あとはねギブソンの、まあ、レスポールとか、まあ、現在のギブソンはねどうなのかっていう話、もう結構コメントでね、質問していただけてるので、そういう話とか、していこうと思います。この子です、今ね現在、ピックガードもね、取り付けて、まあ材質とか、まあそういうね話も今、していこうと思うんですけど、僕がこうメインで使っている、まあ、ギブソンのレスポールカスタムが、まあボディ材がねメイプルトップのマホガニーバッグなんですよ。でこの子もメイプルトップマホガニーバッグで、ギブソンの、まあ、レスポールスタンダードとねこうボディ材は、同じ形になってて、でマホガニーネックで、まあ、唯一違うところはまあ、ローズウッドなんですよね。このバーニーはギブソンのカスタムはエボニーなんですけど、なのでこの間もねスタジオ行って、大音量でこう鳴らした時にやっぱギブソンの方がどうなんだろうな、でっかいサウンドでやっぱシンプルなリフを弾くとやっぱなんて言うんだろうな、一番その音に対してのこう説得力っていうか一番こう比較した時に分かりやすいなって僕の中で思ってて、なんだろう、でかいサウンドの中でこそこうシンプルなリフが分かりやすくて、でやっぱりねギブソンの僕のカスタムだと弾いたらそのままバーンって出る感じだけど、この子ねローズだからどうしてもね弾いた時にまだこの手の中でこう残ってるって言ったらいいのかな、うん、そしてこのフローティングしてるのもあってちょっと本来のまあレスポールの鳴り方とはちょっと違う、でもフローティングしてるにもかかわらずやっぱ木材とのこの相性、ウッドマテリアルとかがいいから、まあそのまま生で弾いてももうボディ鳴りがめちゃくちゃいいんですよね。このコード感とかこの裏側ね、こんなにボディくり抜かれてるのに僕の持ってるギブソンのカスタムより重いんですよこの子の方が。まあパーツ類、金属類の、まあ、パーツがあるっていうのも多少あると思うんですけど、でもやっぱ重いからこのいいサウンドだっていうのはね僕の中でこう思ってて、うん、やっぱねすごい綺麗な音で、ボディがこう空いてるからか分かんないんですけど、なんだろうな、ちょっとエアー感がある、フルアコとかそっちまではいかないんですけど、なんだろう、ちょっとね高出力なハイゲインサウンドとかでアンプ鳴らしてねやると、やっぱ鳴り方がやっぱ全然違くてね、今アンプでもこう弾いていこうと思うんですけど、でピックアップがこうバーニーのね VH っていうヴィンテージハムバッカーのこのサウンドで、うん、で、フロイドローズ純正のものをこう乗して、でちゃんと、インレイもね
こうちゃんと貝が使われてこの芝板も。でこの当時のねローズね、すごいねあの黒黒しててかっこいいんですよ。最近ねあのオイル塗ってないんですけど、うん、あの黒黒としててね、でこれもうちょっとオイル塗り込んだらもっとねあのかっこいい、なんだろうな、かっこいいローズウッド、僕が好きなこう黒黒としたローズウッドにねもっと、なるので、やっぱりいい木材を使ってね、その当時はこうね日本の職人さんが作ってたんだなと感じるギターですね本当に。後藤のね、ペグで僕の大好きな、はい、まずねリアピックアップから鳴らしてみたいと思います。感じでちょっと軽く弾いてみたんですけど、あのなんて言うんだろうな、こうやっぱりエボニーのカスタムとはこう音の立ち上がり方とかね、こうリフ弾いた時とかいやっぱフレーズ弾くときはどうしてもこうスタンダードっぽさ、こうなり方をねやっぱ弾いてて感じるんですよ。スタンダードとか、僕レスポールクラシック大好きなので、あのやっぱそっちに近いローズであのフローティングしてる分がやっぱこのなり方がねどうしてもやっぱ違うっていうのはあって、で僕の中でねこうあのカスタムでローズウッドで弾いたことあるのってあのギブソンカスタムライトなんですよね。あれもね一応ねクラシックカスタムっていう、まあ、分類に入ってて、あのライトじゃない普通のクラシックのカスタム、あの指板がねローズウッドなんですよ。で、さっき言ったあの普通のクラシックのカスタムっていうのも あるんですよねローズウッドで。でスラッシュも多分そのタイプを使ってるのかな。スラッシュの持ってるギブソンのカスタムもローズウッドなんですよね。あのスラッシュはやっぱねローズウッドの、レスポールが好きだからカスタムも、ローズウッドを使ってるんですけど、あのそっちの方がねやっぱねなり方が近い、うん、そう僕の表現的にさっきも言ったこのボディくり抜いてる分のこのエアー感っていう言い方が正しいのかどうかちょっと分かんないんですけど、うん、うん、この軽快さっていうかね、やっぱ弾いてやっぱ感じるものがありますね。やっぱこう、うん、弾いてる感触的にやっぱこう木材の感じから言ってもやっぱスタンダードに近いのかなっていうふうには、うん、思いますね。だからこの
ウッドマテリアルでエボニー主板だったら、あのどういうねこうなりになるのかすごいあの気になる、ね、あの自分の中でこう感想っていうか印象を受けましたね、このギターには。だから見た目はカスタムなのに、なり方とかはこうスタンダードっていう感じがして、すごいね楽しいギターで、これはもう完全僕のギブソンのカスタムとこうこのバーニーのカスタムで、まあレスポールのこう、2つのねまあメイン機として使って、まああと僕のストラトキャスターとか、うん、あとディンキーモデルの僕が組み立てたギターとかがやっぱ使いやすいギターだな。もう一本ね作ってるね、あのゼマイキスを今改造してるやつはもうちょっとね待っててほしいんですけど、それも僕のメインギターでね、テイラーのねエレアコと、うん、そうこれとかの改造してる時の動画で思い出したんですけど、その今のねギブソンの印象っていうのをね結構質問していただけたりとか、話す機会、みんなで話す機会があるんですけど、あのやっぱね今のギブソンもねやっぱちゃんとこうね入ってきた時にこう検品してくれたりとか、楽器屋さんがねちゃんとこう一本一本選別して、あとねちゃんとセッティングしてリペアして、あのね店頭に出してくれてるので、もう本当にね僕ねいつも操作していただいたりとか買う時とかもねそうなんですけど、もういい状態のものしか弾いたことないから、うん、昔のようなまあ貴重なね木材は、ね、使えなくなったりはしてるっていうのはあるかもしれないんですけど、それにしてもねやっぱりね今のギブソンもめちゃくちゃいいですよ。本当僕本当ねもうクラシックトランスルーセントチェリーが欲しすぎて、ギブソンの、うん、マーフィーラボのね59年もね弾かせていただいたんですけど、めっちゃくちゃ良かったし、だから僕は本当にいい印象しか受けてないし、めちゃめちゃ欲しいですね。ギブソン以外も欲しい、フライング V も欲しいし、ファイヤーバードも欲しいし、うん、そんな感じで僕のねこのバーニーのね、改造の話をしたんですけど、まあ、ウッドマテリアル的には、まあ、ローズウッドと、まあ、エボニーの違いっていうところで、あとフローティングしてて、ね、このボディくり抜かれてるけど、これだけの鳴りとねサウンドの良さとルックスを持ってたら、うん、抜群にいいギター。いやほんとねやっぱピックガードが白いカスタムあった方がいいね、うん、超ランディーローズっぽくなるっていうねギターで、はい、そんな感じでした。ありがとうございました。